皆さんこんにちは、ケンです。マミです。マミちゃん、今日もカメラマンよろしく。はい、はい、今日は2月の24日月曜日、時刻は夜10時ぐらいですかね。そうです。はい、になります。で、元気よく撮影していきたいと思います。元気よく思います。はい、なんか疲れてない？ちょっと疲れてます。皆さん3連休はゆっくり過ごしたでしょうか？ケンさんはもうずっと仕事でした。3連休とも？3連休とも、まあ、今は、自転車業界でいうと、春需要といいまして、4月新生活始まることによって、新たに社会人になって通勤に自転車買って行く人がいたりとか、あと中学校高校入学の方が、新しい自転車を買っていく方がいたりとか、で、3連休は働きつつ、せっかくの3連休なんで、この動画を見てくれてる方のために、ちょっと頑張って編集して、撮影日の朝に動画1本アップしてるんですけども、その動画が、BB 交換とこういうクランク交換の動画なんですけども、皆さん見ていただけたでしょうか？見ていただけましたか？もう必死で頑張ってるんで今。このシリーズね、このシリーズもいよいよ、もうほぼ最終章というか、もうほぼあと1箇所やればやるとこないかなっていうとこまで来てます。ケンさんの中では、はい、それどこだと思いますか？正解はこれ、これスプロケット、カセットスプロケット。実はね、今ほとんどのコンポーネント STI、クランク、フロントディレイラー、ペダル、リアディレイラー、全部デュラエース、あとごめん、ブレーキね、全部デュラエースだけど、1個だけアルテグラが残ってた。それがこのスプロケ。なるほど。ということで今日はですね、デュラエース9100のスプロケを取り付けたいと思います。ではこちらどうぞ。シュッシュッ。でこれが今ちょっと並べたんですけども、デュラエース9100のカセットスプロケット、かなりお高いです。かなり高かったですね、投資としては。で今回買ったのが 1128T なんですけども、まずデュラエースのカセットスプロケットの特徴を申し上げますと、この、軽いギア側、ローバーのギアのこれと、1、2、3、4、5、5枚あるんですけど、ローバーの5枚の色が違うと思うんですよ。わかります？こっちがちょっと黒っぽい。あ、本当や、黒ガンメタっていうの、うん、に対してこっちは今まで履いてるスプロケットみたいな、こっちの方があれや、なんか渋い、そうグレーがかってて、こっちが光ってる。そうです。で違いが、デュラエースのスプロケットはこの軽いギアの 1、2、3、4、5 5枚分がチタンできてます。チタンっていうのは、要は鉄より鉄より、なんていうの、軽くて強度がある。だけどもチタンの加工って一般的にすごい難しいんですよ。例えば航空機とかね、要は航空機っていう飛行機とかのことなんだけど、そういうところに使われてるボルトとかそういうのは全部チタンでできてたりします。あとロケットとか、そうなん、チタンって本当に加工が難しくて、で、そこが多分一番デュラエース9100って確かスプロケ2万ぐらいするんだって。そこが多分ここの加工が一番金かかってる、絵の技術がそう金がかかってるとこだと思われます。思われますですけどね。私も前の職業ずっと大学から、そこから社会人8年目まで製造業に従事してたので、分かるんですけど、このチタンでしょうね、おそらく。ここがコストかかってるし、原材料も高いんですよ、鉄とか。チタンの方が？そうです、そうです。キロあたりの単価って言えばいいの方が高い。じゃあ完全に貴重な材料ではある。へ
かつこの3枚連なってるチタンのところのここの部分は、うん、アームって言えばいいの、カーボンでできてます。へえ、そうなの。これプラスチックじゃないんや。全然カーボンですよ。へえ、知らんかった。こっちの2枚の方は金属なんですけどね、よく見るとカーボンなんですよ。 でそこでさらにチタンとチタンの刃を使っていて、カーボンを使っているので軽量っていうことですね。で他の、刃についてはまあいわゆる、まあ、ある程度ほぼ一緒な素材って言えばいいのかな。もちろんその素材は一緒なんですけど、コーティングとかがちょっと違ってるらしくて、摩耗とか対摩耗に強くなってる、要は消耗がやっぱりデュラエースなんで、うん、そこは摩耗とかがしっかり まあ、ある程度アップグレードされていて、金かかってるだけのことはあるそうです。つまり初期投資はかかるけども持ちとかで考えたら一緒になる可能性もあるってこと？かもね、かもねっていう話。難しいね。結局人の使い方だから。それこそ前もなんかどっかの動画で言ったんですけど、油とかちゃんとさしてないとその分金属同士当たっても持ちやすいし、人次第です。ですけど私もこのキャノンデールに関して言うと、ここまでもうやりました、フレームとフォーク以外全部変えました、カーボンに変えたりとか、まあいわゆる、各メーカーの、ハイエンドなモデルのパーツを使ったりして、どれぐらいなんだろう性能アップするのとか、乗り心地、自己満足的な話もあるんですけど、気になる、検証してみたいっていうのもあって、まあ、ここまでやってるんですけど、まあ、ここまでやってスプロケだけあるでっていうのも、まあ、全然ありだと思うんですけど、やっぱり最終章としては今せっかくクランクも変えたばっかりですし、まあ、ここが全然消耗してないうちに、でチェーンも新しいんですよ、比較的オーバーホールしたばっかりで、リレーラー類も新しいんで、もうだったらもう一気にしてしまって、でかつ、まあ、今まで自分が培ってきた変速調整とかの技術を使いつつ、どうなるんだっていう、っていうのが今回探究心ね。探究心で、もうおそらくもうここ以外ここを変えますと、もしたらあとビッグプーリー変えるとか、あコメントも上がってたけど、あそうね、プーリーをってちょうど今日のコメントで視聴者さんから、プーリーとか、まあ、ハグの回転とかも、っていう話もありまして、まあ、そういったオーバーホールの動画とかも、例えばハブとかもね、グリスとかブワーって塗ったらと思うんだけど、そこのグリスをいいやつに変えるだけで回転が良くなるかもしれないし、まあそういうのも後々やっていきたいなと思います。はいはいちょっとね、はい、何でしょう、ちょっと聞いてみたいことがあるけど、はいはい、今回さ、ちょっとずつデュラエースに変えていったやん、はい、ここを今回変えます、はい、ここを変えます、はい、でその度に乗ってると思うんやけど、はい、違いとかって分かる。ああそうなんや、分かる。一気に変えたらさ、もう何が違うんかってもう全部違うから分からんけど、ちょっとずつ変えたことによってもちろんあるんかなって、はい、私の場合はもう、まあ、変速とかもそうなんですけど、例えばデュラのケーブル使った場合どういう風な動きになるか、軽さになるかって検証したり、一般的なケーブルを使ったらどういう変速になるかとか、全部、検証してます、個人的には。まあ個人的にこれちょっと動画に出してはいないですけど、まあこれは個人の感覚的なところも大きいからね、でも各々のパーツの良さっていうのは分かる。あ、そうなんや。やっぱりデュラにすることによって良くなってるなって。はい、もうバッチリ分かりますね。へー、ちょっとまあクランクだけ、あえて言うならクランクとビビ同時に変えてしまったので、そこだけが分かりづらい、なぜなら、まあ、PF38 っていう規格のものが入っていて、ホログラムクランク、
チェーンスパイダーチェーンリング、うん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 、のやつとガサッて入れ替えたから、ね、同じ BB で試してないのでそこはもう一生わからない。そっか、うん、これはねそれに関しては、うん、ただまあかなり今もう乗ってるんですけど、うん、乗ったんですけど、うん、まあ、前回の動画の、まあ、感想を言うとすごい軽い。軽くなったんやん。軽い、やっぱりやばい、よく回転するから。あ、だけど、うん、その代わりそれ BB だと思うんですよ。あ、そうね、ドクターに言うと。そうね、だからこれのね、うん、デュラエースのクランク、 クランク、次に例えばこれを、うん、マミちゃんの105からデュラエースにした時に初めて自分の中で分かることが、うん、なるほどね、同じ何 BB 使えるからね。あ、でその検証はします。なるほど。このキャノンデールも、もう一回多分分解すると思います、うんうん、まあ、次新しい新車も来ますし、うん、そうね、やっていくと思います、ね、うーん、特にね、何これ、スプロケの動画じゃなくてジュラ語りの動画ごめん。特に一番感動してるとこだけ言うと、うん、STI レバーですよ、間違いなく。へえー、変速、変速、変速じゃない、このレバー、これって STI レバーってめっちゃ高いの、うん、4万ぐらいするセットで。あ、そうなんで、これを変えて例えばこっちアルテにする、うんうんうん、っていう検証もしました。これと9100の組み合わせとアルテグラの組み合わせ、9100と105のディレイラーの組み合わせ、うん、でデュラエス、デュラエス、うん、でやった時に、うん、やっぱ STI レバーって結構大きい、うん、同じケーブル使ってるんですよ、もちろん、うん、使ってるんだけど、この STI レバーの軽さって結構なんだろう、乗っててこうガッコンってするときにストレスだと思うんですよ、ライドしてて、うん、まあもうここかなっていうの、うん、でちなみにこことかここは確かに重量軽くなったりとかするんですけど、うん、変速の上がり下がり機械式で言うと結局人なんですよね、人の技術、うん、ワイヤーの張りの調整がしっかりできてれば上がるしっていうのがありますので、うん、ここが一番僕おすすめかな。あ、そうなんや。じゃあまずデュラエースに変えたいって思ったら STI レバーを変えてみるのありだと思いますよ。うーん、それは変えたいっていう箇所によ、まあ、どこ変えたいかによるんですけど、うん、まあ、当然なんだろう、踏み込んだ時の反応性良くしたいんだったら、うん、間違いなくクランクと、クランクとね、うんうん、優先にクランク、チェーン、うん、要はここ駆動する部分ね、うん、でシフトチェンジのストレスを軽減したいっていうんだったら、まあ一番はいいケーブル使うのがいいとは思うんですけど、安く済ませる方ね、うん、けど、まあ、投資してもいいんだったら STI レバーの投資は結構でかいと。へー、 STI レバーは全部使ってますがかなりデュラは軽いですね、うん、びっくりする、結構びっくりしてる。うん、もちろんこれとこれの組み合わせが、うん、とアルテの組み合わせで比較したときに、若干分からん部分があった、フロントディレイラーの違いは、うん、ここだけの話、うん、うん、難しいんですよ、だから、ぐらいか。ここはなんかもうそこってここって思うじゃないですか、普通ここ変えたら変速良くなるみたいな。実際は、まあ、変速良くなるとは思う、変速は良くなると、うん、じゃあそこ求めるならここ変えればいいんですよ、こことケーブルを、うん、ケーブルね、繋いでるケーブル、うん、まあ、今の話は本当にストレス度軽減みたいな、はい、ライド中の、STI レバーが一番良かったかなっていう印象です。まあ、ずっと握ってる箇所でもあるしね、レバー、ブレーキはわかんねえや、まあ、ブレーキってまず9100じゃないから何とも言えないけど、うん、9000のデュラエースのブレーキがすごいっていう印象は、今結構油圧ディスクって結構触ってるんですよ、仕事上で、うん、まあ、そんなんと比べたら全然あれ触った時感動したな、軽くて。そうやろ、うん、だからもうキャリパーの中でどうだって言われても正直あんま分かんないかな、ここはどうしても分かんないかもしれない、ブレーキは重量は
軽くなってる、かなり軽くなってるから、うん、軽くなるのはいいことやけどね、うん、お前何の話これ。これ動画にできる。個人的な感想だけど、なんか話がまとまらずに喋っちゃったから、うん、まあいいか、こういう動画もありか、うん、じゃあやろう。はい、スプロケット取り付けました、完成です。これで全部がデュラエスに、うん、はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。